はい、こんにちは、りほこです。はい、今回は先日発売したこちらの天国ストラグルプレイ終わりましたので、こちらの感想をお話ししていこうかなと思っております。いつも通り前半がネタバレなしの紹介で、後半でちょろっとネタバレありでお話ししていこうかなと思いますので、ぜひプレイした方もそうでない方もよかったら見ていただければなと思っております。というわけで早速お話ししていこうかなと思っております。レッツゴー。はい、という感じでこちらの天国ストラグルプレイしたんですけど、こちらの作品もう知ってる方はいると思うんですけど、ニル・アドミラリの天秤とかオランピア・ソワレとかを作ってる方々がタッグを組んで作ったラブコメ寄りの乙女ゲームになっております。今までのゲームで結構ニルアドもオラソアもどっちかっていうとシナリオ寄りで、割とシリアスめなシーンがね多かったりとか、結構シナリオ重視のゲームかなっていうのは個人的に感じていたんですけど、今回のゴクストに関してはコメディ寄りな感じですね。シリアスめっていうよりかはちょっとこのシナリオでいう山場みたいのがあったとしても割とサクッと乗り越えられるような、結構プレイしやすいコメディ寄りなギャグ要素多めなゲームになっておりました。なんといってもこの里井さんのイラスト、こちらのねキャラクターのイラストがすごいね素敵なので、このキャラがねいいなとか、このイケメンたちと笑いながらギャグ要素多めな恋愛したいなっていう方におすすめしたいゲームかなと思っております。こちらの天国ストラグルのお話について語っていこうかなと思うんですけど、舞台が人間界とこの自国の協定が結ばれたいつかの令和の浅草っていう感じになっております。そんな中自国の罪人が脱獄してしまうっていうことで、この作品の主人公ヒロインちゃんがエンマ大王の娘ということで、そのリンちゃん娘さんと自国にいる罪人ゴエモンと愉快な仲間たちと一緒に人間界に行って、シェアハウスをしながら、シェアハウスでわちゃわちゃしながら、その自国の罪人をねこう捕まえていくっていうようなお話になっております。共通の時点で結構その単語だったりとか設定だったりとか一気にブワーっていう風に出てくるんですね。で個人的にその単語の量とか設定が多くて結構頭ごちゃごちゃになって理解しきれなかったなっていう部分があったんですけど、そのまま共通終わって、とりあえずね1周目行っちゃえば、あこういうことかっていうのが分かってくるので、共通の時点で理解できなくても大丈夫かなっていうふうには思いました。男嫌いなヒロインちゃんと女嫌いな攻略キャラたちとの恋愛のお話になっておりますね。ただこの先ほどもお伝えしたんですけど、結構山場があってもさっくりいくっていうことで、その男嫌い女嫌いっていう設定はあるんですけど、割とねお互い可愛いしお互いかっこいいしっていうことで、割とコロッとね恋に落ちるのかなっていうふうには思いました割とちょろかったですね。うんプレイ時間に関しましては、いつものオトメイトさんのオトメゲームっていう感じで、共通が4時間ぐらいで、個別も4時間ぐらい、共通 4,5 時間あったかなっていう感じのいつもの感じになっております。でこう一章一章読んでいく感じになっていって、個別に関しては章が12章くらいで結構あるんですけど、12章っていうと長く感じるんですけど、まあ、1章は結構サクッと読めるので、こう読みやすいような感じだったので、プレイ時間もそんなにかからなかったかなと思っております。エンドに関して、エンドは今回ハッピーエンドとバッドエンドの2種類ありました。で今までのその今までの作品と比べるのはちょっと違うかなと思うんですけど、まあ、今までのニルワードとかオラソワって結構どちらの作品もなんかえぐい系のバッドがね用意されてたんですよね。なんか鳥肌立つようなバッド、うおーみたいな感じのがあったんですけど、今回のゴクストに関してはそこまでなんかえぐないっていうかえぐくないバッドが多くって、もちろんバッドなので、まあ、結ばれないエンドっていうことで悲しいは悲しいんですけど、なんかそこまで心を傷つけられるようなバッドっていう感じではなく、バッドも回収しやすいバッドだったんじゃないかなと思います。ただやっぱり、まあ、片桐ゆまさんがシナリオを書いてらっしゃるっていうことで、なんかそれっぽいなんか好きそうなバッドだなみたいなのはありましたねなんか一人だけ攻略キャラのバッドで、あこれはなんか好きそうなバッドだなみたいなっていうのはありました。ただなんか今までとは違ってバットも結構回収しやすいようなバットだったんじゃないかなと思います。そしてシステムに関しまして、システムが
もう今回もありがたいことに選択肢スキップがございます。なのでエンド回収がしやすい、そして章ごとにこう戻れるので、バットの回収するにあたって私は最初にハッピーエンドやってからバット回収するっていう感じだったんですけど、とりあえず12章まで好感度が上がる選択肢を進めていって、1周目ハッピーエンド迎えたら8章くらいに飛んで、そこからバット好感度が下がる選択肢を選んでいけばバットに行けたので、かなり攻略簡単だったんじゃないかなと思います。これは乙女ゲーム初心者の方でも多分ね攻略しやすいと思います。しかもなんといっても選択肢選ぶときにこう選択肢が2個こうパンって出てきて、好感度が上がるものを選ぶとハッピーって出たりですとか、好感度下がるものを選ぶとバッドって出るので、めっちゃわかりやすかったです。これはね超わかりやすい、本当に初心者の方でももう一目瞭然なわかるような表記になっておりました。そして結構この極主とお金かかったんじゃないかなっていう演出が多くて、で、まあ、例えばですが、なんかタイトル画面でちょっとお遊び要素があって、そのストーリーとはまた別にこのタイトル画面に戻った時になんか好きなキャラクター選んでなんかセリフを言わすことができたりとか、なんかそういう着せ替え機能があったりとか、タイトル画面でお遊びすることができたりとか、あとはまたこの本編とは別にちょっとしたキャラクターたちのお話をね盛りだくさん見ることができるっていうのと、あとはバッドエンド後の演出ですね。これは公式ホームページの方にも書いてあったんですけど、バッドエンド後の演出がねすごい良かったのでこういうので結構嬉しいなと思いました。そしてまあハピエン後にボイスが流れたりとか、そういった要素が多かったですね。あとは個人的に全体的にギャグ要素多めでコメディ寄りな乙女ゲームだったんですけど、こう攻略キャラの立ち絵が出てきて、なんかびっくりした時はここ横目にびっくりみたいな出たりとか、なんか嬉しい時は音符みたいな出てきたり、ここなんていうのエフェクトみたいのがすごい可愛かったなと思いました。あとはこのゲーム内でテレビショッピングだったりとか YouTube みたいのが流れるんですけど、その流れるたびにそのちょっとしたプチムービーみたいのがチャンネル始まるよみたいな感じのとか、なんかテレビショッピング始まるよみたいなムービーが流れるみたいな、そういうのもなんか結構凝ってたなっていう風に思いました。あとはあのゲーム内に QR コードが出てくるんですけど、なんか QR コード読み込めるのかなみたいな感じで何気ない気持ちで読み込んでみたら読み込めたものがあったんですね。なのでぜひあのゲーム内に QR コード出てきたらえこれ読み込めるのかなみたいな感じでスマホ片手にね読み込んでみるのも遊び心があってね面白かったなと思いました。あとはライターさんの方でもツイートされてたので伝えてもいいかなと思うんですけど、ゲーム内にその過去の作品、そのライターさんが書いた過去の作品、過去のゲームが実際に実在したんだよっていうのを伝えるようなシーンっていうか、そういうのがあったんですね。なのでそれに関しましては結構その作品が好きだったので鳥肌ものでしたね。なんか嬉しい気持ちになりました。あ、この作品って本当にあったんだなみたいな、この世界にもこう延長線上にあったんだなみたいな、そういうのがね嬉しいなって思うポイントでした。そしてキャラクター、攻略キャラが5人いまして、で、サイト公式サイト見たら分かると思うんですけど、攻略制限のキャラが2人います。で最初の3人プレイして、まああとの2人をプレイするっていう感じになってるんですけど、まあ、最初の3人に関しましてはもうあのサイト見たら分かると思うのでお伝えすると、まあ、菊之助とシャラクとヨナですね。最初の3人プレイしまして、私のプレイ順はもう最初に菊之助、すごいなんかワンワンみたいで可愛いと思って菊之助をプレイし、そしてヨナですね。ヨナは共通の時点では結構こうなんか一人で突っ走るみたいな、周りを見ずになんか一人でやるみたいな感じのがあって、ちょ多いみたいな感じのがあったんですけど個別に入ったらねきっと変わってくんだろうなって思いヨナをプレイし、そしてなんかスケベそうなシャラクを3人目にプレイしました。でその後にまあ攻略制限2人解放されまして、その2人をやっていったっていう感じになっております。そして全体的な感想に関しまして、先ほどもお伝えした通りギャグよりコメディよりな感じの乙女ゲームになってまして、なんといってもやっぱりこのキャラクターたちがあの顔がかっこいいゲームっていう感じに思いましたマジであの立ち絵もかっこいいし顔がマジでイケメンだった。でどのシーンとか誰がとかは言わないんですけど、あのお嬢呼び私好きなんですよ。攻略キャラからお嬢って呼ばれるのが好きで、
あのお嬢ってね呼んでもらえるんですね。それねマジであの序盤の時点であるのでちょっと早くみんなにねお嬢ってイケメンに呼ばれる嬉しさをね味わってほしいんですけど、マジでお嬢って呼ばれた時にうわってなりました。もうなんかめっちゃ聞いたお嬢みたいな、わーってめっちゃ再生したんですけど、すごいそのお嬢呼びがね私はすごいポイント高かったです。今までのニルアのオラソワって結構なんか独特なスケベ感みたいなのがあって、なんだろうな、エロいってわけじゃないんだけどなんか上質なスケベみたいな上品なスケベをこう交えてきてたんですよ、シナリオの中に。で今回に関してはなんか上質なスケベとかはなくってセロシーなんですね。対象年齢15歳以上っていうことで、その上質なスケベはなく、どちらかというとなんか若者向けっていうか、まあ攻略キャラも昔の罪人なんですよ。なので昔生きていた悪いことをしてきた人たちなので、なんかなんだろう発言とかスケベの持ってき方みたいのがなんか山賊みたいな言い方がちょっと分かんないんですけどっていう感じのありました。だから上質っていうよりかはなんか結構若い感じのスケベ感みたいなのとか発言とかもそういう感じのはありました。でその攻略キャラたちが、あ、これはちょっとネタバレの方で話そうかな、ちょっとこれはなしで、はい、ネタバレの方で話します。ヒロインに関して、ヒロインちゃんのリンちゃんがなんか男嫌いで負けず嫌いで結構真面目な感じのヒロインちゃんなんですね。でそんなヒロインちゃんのあのなんかね顔があの冷めた目のハイライトがなくなる引くような目があるんですよ。なんか自分 の, あの お父さんエンマ大王のことを見る眼差しとか、その時の目のハイライトが消えてなんかスンみたいな顔するシーンがあるんですけど、私そのね瞳がめっちゃ好きだったあとはパパが持ってるこのね手の骸骨のおもちゃみたいな、こういうなんていうの、肘からこの手指にかけての手のおもちゃみたいな、おもちゃなのか本物の骨なのかわかんないんですけど、この骸骨持ってるんですよ。それがね喋る時にカタ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 って揺れるのがね結構マジで最初笑ったのでやめてくれって思った結構面白かった攻略キャラじゃないんですけど、攻略キャラもあったかな、あの登場人物でなんかマスクつけるキャラがいたりとか、マスクつけるシーンがあったんですよ。そのマスクがマジで現代で、多分今までのゲームでマスクつけるシーンがあったら絶対あの白い不織布のマスクだったと思うんですよ。それがマスクつけるのがマジ布マスクで、もうめっちゃ今じゃんって思って、超今の現代のマスクじゃんって思ったんですけど、なんかそういうのがあったりとか、そのゲーム内で出てくる言葉もなんか社畜だったりとか陰キャとか、なんかそういうなんか現代っぽい言葉を結構交えてるような感じでしたね。で極ストはこの自国の罪人をとっ捕まえていくっていう話になってるんですけど、なんとですね能力が使えるんですね。攻略キャラも敵の方も超能力みたいな感じ、分かりやすく言うとそういうのが使えるんですよ。各一人一人別のいろんな超能力みたいなのがあるんですけど、その能力でこう戦ってるバトルの乙女ゲームになってます。でもなんか意外とバトルシーン少なかったかなっていうのはありました。もうどっちかっていうと本当になんか個別に関しては攻略キャラとヒロインちゃんがこうお互い好きになって、割と好きになるの早かったなと思うんですけど、こう好きになって両思いになっていくまでの過程をなんか楽しむみたいな感じで、でバトルは割となんか勝ち負けはねすぐ決まるような感じになってたので結構なのでそのバトルバトルバトルっていう感じよりかは本当になんか恋愛するようなサクッと楽しく笑って恋愛するみたいな感じのゲームかなと思いました。割とバトルシーンが短かったです。はい。でね攻略キャラですね、あのまず五右衛門、もうどう考えても五右衛門ってずるい男キャラポジションだろっていうのがね分かってたんですけどなのでなんかどのキャラやってても五右衛門早くやりたいなみたいな感じの気持ちだったんですけど、やっぱりね五右衛門のルートは私一番やっぱそうだよねみたいな感じのが多くって、やっぱ五右衛門はずるい男だなっていう風に思いました。なんか一番こんなん好きに決まってるじゃんみたいな感じだったんですけど、五右衛門が良かったっていうのと、ジャックがなんかめっちゃ中二病だった、ガチで発言とか、もう中二病ってこのセリフ言うよなって思うセリフをマジで言ってきたりとか本当に意外にこんな中二病だったのっていう中二病感があったりとか、まあ中でも私菊之助ですね、
前回オランピアソワレでも時貞くんに結構ときめいたんですよ。ああいうなんか可愛い系のキャラめっちゃ好きで、なんか意外にそういうキャラクター、可愛い系のキャラクターって筋肉ムキムキなんですよ。そういうのずるいなって思うんですよね。菊之助もすっごいなんか可愛らしいキャラクターなのに、なんか脱いだらめっちゃムキムキで、なんかすごいね、いいんだよそれって思います。菊之助がすっごい良かったんですよね。五右衛門のルートがすごい良かったなって思ったんですけど、菊之助が私一番なんか恋愛としてはときめいたかもしれない。菊之助のルートがね一番ときめいたんですけど、この極ストのゲームってそのサブキャラと攻略キャラの絡め方がすごい上手かったんですね。今までオラソワニルアドってやった方はどんな感じかなってわかると思うんですけど、その各ルート攻略キャラのルートでサブキャラが何人か関わってくるんですけど、そのサブキャラとのなんか絡め方がすごいいいっていうのと、そのサブキャラと関わることによってその攻略キャラが成長するだけではなくて、このサブキャラの方も成長を描いてる、こうなんかどっちも成長を描いてくっていうのがなんか良かったなと思いました。中でもサブキャラのあざみちゃんっていう女の子がいるんですけど、そのキャラがねすごい可愛かったですね。顔が顔が可愛かった、まあ性格もですけど顔がね可愛かったなと思っており、まあ、サブキャラでは一番好きですね。というわけでネタバレしそうになりますので、次はネタバレありをちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、という感じでちょっとお話ししていきたいんですけど、途中で後でこれお話ししようっていう風に伝えたのが、言いたかったのが、攻略キャラの五右衛門だったりとか、キャラクターってその昔悪いことをして地獄にいた滞在人なんですね。でプレイ前に名前を Google 検索していて、そうするとなんか出てくるんですよ、名前がヒットするんですよね、こういうことしたみたいな。でもヨナがヒットしなくて、私の検索の仕方が悪かったのか見つからなかったのか、なんかヨナのね名前がなかったんですね。でもそのなかった理由っていうのをゲーム内でお話ししてるのがうまいなって思いました。その他のキャラはそういうことをして名を残してる、でもヨナは名前がないっていうのを作品中で書いてるっていうのが結構マジですげえって思って、なんか本当にそこに関してはなんか一番フワーってなったかもしれない。その前もって多分調べてた方いると思うんですよ。でもなんかそういうことなんだみたいな思って、それねすごい良かったなって思いました。でね一個言いたい一個マジでねスンってなったシーンがあって、私菊之助がねマジでキャラ萌えしたんですよ。でルートもお話もなんか恋愛していく感じとかも良かったし、菊之助本当に可愛いなって思ってプレイしてたんですね。でそんな菊之助がなんかゲーム内でなんかネイルを買ってくれたんですよね。なんだっけ、人魚姫の涙みたいな綺麗な色のネイルをりんちゃんに買ってくれたんですよ。で私物買ってくれる男好きなんですね多分今までの動画ね見ている方はねご存知だと思うんですけど、物買ってくれたり服買ってくれたり宝石買ってくれたりとか物買ってくれる男好きなんですね。で菊之助も年下なのに500円もするネイル買ってくれて、ありがとう菊之助って思ったんですよ。でなんか律儀にりんちゃんもめっちゃ真面目なので金返すみたいな、まあ、言い方違うけどお金返します返しますみたいな言ってるのになんかいいみたいな感じで言ってて、あネイル買ってくれて嬉しいなって思ったんですよね。そこまでは良かった。でねその後菊之助がゲーム内の中でかなりゲーマーキャラなんですよ。ゲーセンとかでやるゲームがすごい大好きみたい でそれがね1ゲーム500円するんですよね。で街中でそのゲーセンがあって、でそのゲームするのにねそのネイル代の500円をりんちゃんに請求したんですよ。えって思っちゃって、でもちろんねよく考えるとりんちゃんはまあお金返したがってたし、しかもそのりんちゃんも菊之助がゲームやってるとこをね見たいみたいな感じで言ってたんですよね。なのでまあ2人に関しましてはこうなんか意見が一致してるので全然問題ないんですけど、もう私はマジで物買ってくれる人が好きだったので、なんか
なんかお金返すのみたいな、あなたがゲームするのに500円返すのみたいな、めっちゃケチな女発動しちゃって、そこだけねちょっとスンってなった。でもその2人にとっては全然普通のことなんですよ。これはねマジで私の問題で勝手にスンってなりましたね。まあでも菊之助に関しまして、マジ菊之助可愛かったし、犬って感じだし、あのネタバレありだから話すけど、あの狼になったところがすっごい可愛くって、あの狼になっちゃうんですよ菊之助が。でその時になんかりんちゃんがこう撫でてあげてて、そしたらなんかすごい多分撫でられるのが気持ちくて、クーンみたいな感じで癒されてる顔になったんですよ。で可愛かったのに、その癒されてるところでなんかもっとしてみたいなのを人間の姿に戻っちゃってから言ってて、そこがねマジでね可愛かった。いや菊之助よかったな、あのキャラめっちゃ良かったなって思いました。他のキャラに関しましてもそうですが、そのなんかマジで顔がみんなイケメンだったから、どのねキャラが好きになるかなっていうのがすごいワクワクだったんですよ。でももう菊之助の話ばっかしてるじゃんって思うと思うからみんな言うけど、菊之助が一番燃えましたね。五右衛門もだってもう共通の時点からもう絶対この人過去になんかあったじゃんみたいなの分かるセリフバンバン言ってたし、でもう圧倒的になんか運命カプじゃんみたいな、もう乙女ゲームやってる人は分かるような感じだったと思うので、五右衛門もマジで良かったんですよ。もうでも極ストの中で多分五右衛門はなんか一番力入れられてたと思うので、五右衛門がいいのはめっちゃわかるんですけど、あの五右衛門がいいの前提として菊之助がめっちゃ良かった。多分最初にやったからなのか、マジで可愛かったね。もうそういう分かったわ、多分片桐ゆま先生の描くそういう可愛い系のキャラが好きなのかもしれないっていう風に思いました。うん、だってニルアドもそうだもん。ニルアドは尾崎隼人がマジで強かったけど、もう翡翠くんめっちゃ好きだったしね、時貞もめっちゃ可愛いって思ったし、そう尾崎隼人赤座がいいのは前提として翡翠くんも可愛いし時貞も可愛いって思ったし、今回も五右衛門がいいの前提として菊之助がねめちゃめちゃ良かったなと思っております。年取ったからなんか可愛い男がなんか好きになったのかもしれない。あとはヨナですね。ヨナが私共通の時点ではねちょっとね、あもう一人で突っ走んないでよ、協力してよ、みたいな感じのがあったんですよ正直。ちょっとみたいなのがあったけど、個別はなんか個別入ったらいきなりコロッと優しくなったんですよね。女嫌いって言ってた割にはあの親友ちゃんのキャラにもすごいなんか優しくって、あれヨナ優しくなったのねって思って、なんかね個別に入ったらめっちゃヨナ良かった。子供に優しくする男っていうのがかなりポイント高くって、乙女ゲームってまあ女と男で恋愛していくゲームなんですけど、そのまあ女に優しい優しくないとかまあ置いといて、子供に優しい男っていうのはねいいパパになる予感しかしないので、ヨナに関してはマジでねそういうのがめっちゃ良かったなと思いました。あの一人で突っ走ってたヨナがなんかめっちゃね個別で優しかったですね。でもシャラクが年下なのがびっくりした。私絶対年上じゃんって思ってたんですけど、意外とね年下だったことにびっくりしましたね。まあねそんな感じでネタバレありの感想、そして極ストの感想動画以上になっております。まあ、今後ね極ストの話とかは生放送とかでねまたちょこちょこお話できればなと思ってますので、今後もよかったらいろいろ見ていただければなと思っております。はい、今日は以上になっております。今日も見てくれてありがとうございました。失礼いたします。